はい、四国といえば、まあ、四万とかね有名なんですけど、最近もっと注目を浴びている仁淀川、はい、ね、来ました。最近こっちの方がちょっと映えスポットとして人気らしいんですけど、仁淀川ねちょっと案内してもらってます。でここが名古屋沈下橋、名古屋沈下橋、まあ四万十とかね仁淀川でたくさんあるこう沈下橋、増水したらねもう橋が川に沈んでしまうみたいな、そういうイメージですよね。 そこをね今僕は歩いています。あー、いっぱいいますね。うーわ、もう上流のね綺麗なとこに行こうとしてるんですが、もうこの中流域、ここでもねもう泳ぎたいですね。途中ね鮎を釣っている方がたくさんおられました。あ、車が来た、来たらここにこうね避けるスペースがあるんですよね。よかったですね、お天気が晴れる。ねえ、よかったですよ。ね、明日はちょっと雨予報なんで、今日は晴れてよかったです。途中ずっとこのね川沿いの道最高ですね。そうなんです、最高です。もうずっとよそ見をしながらね、なんかサップしてる人もいました、ね、いましたね。いやー、ちょっとゆっくり時間をかけていきたいですね。またここしか見てないんですけど、もう川沿いにねずっと道があって信号もなく、もう最高のドライブだったんですけど、まだまだ上流の方これからね向かいます。はい、きなこちゃんもね来ました。おもちちゃんとうちのね3羽は今車の中にね待機してます。だいぶ暑いんでね、あんたはーはーその言わないね、暑さ強いんかなね。四国の小屋もねこれぐらいの暑さ大丈夫だよね。横ね手すりみたいなガードレールないんですけど、普通に車が通ってきますね。ちょっとドキドキする。水はこんな感じ、もうめちゃくちゃ透き通ってます。はい、仁淀川のね支流になるらしいんですけれども、二子淵というねところにやってきましたよ。水神のね化身とされる大蛇がね、住んでるとこという言い伝えがあるらしくてね、まあ、神聖な場所なんでね、向こうは写真撮るだけで鶏をねちょっと近づけるのはやめとこうと思ってるんですけれども、どうちょっとね空が今曇ってましてね、曇り空なんですけど、晴れたらねもうここ透き通るようなねブルー、ターコイズブルーっていうのかな、すごい綺麗らしいんですけどね、ちょっと今曇ってるんで、先ほどねちょっと光が差してたんですけど曇ってきちゃいました。はるちゃん緊張してますか？ライちゃんはめっちゃリラックスしてますけどね、さっき歯づくろいしてましたが、下ね押したらやばいようなところなんですけど、まあ鳥やから大丈夫でしょう。ほらリラックスしてる、ライチョウみたいやん。あなたは神々しい、なんか鳳凰、鳳じゃないな、フェニックス、なんかそういう不死鳥みたいやな。はるちゃんもね顔だけ見たらね結構険しい顔でかっこいいよ。はい、じゃあ降りますか。はい、ちょうど人が咲けました。ここは二子淵ですか？はい、二子淵です。はい、もう高知に来たら絶対来てほしい、そう、名所です。もうフォトスポット、光がねちょっと残念なんですけどね。はい、僕ねめっちゃ泳ぎたくて GoPro 持ってきたんですけど、ここはね神聖な場所で泳いじゃダメみたいです。水中メガネも持ってきたんですけどね、まあね仁淀川全体ではねちょっと泳げるところがあればちょっと泳ぎたいなと思って持ってきたんですけど、すごいねパワースポットですね。はい、だいぶ涼しいんですけど鳥たちにとってはちょっと暑いかな。おとなししてんの、はるちゃん。石の上がかっこいいね。大ちゃんもな、水のとこ連れて行きたいけど、ここはちょっと我慢やな。ペット禁止とは書いてなかったんですけどね、一応神聖な場所ということでね、鳥神様じゃない、蛇の神様やからな、食べられたら困るからな、ちょっとおとなしくしておいてください。うん、あ、気持ちいいわこれは。はい、今ね泳げそうなところにやってきました。
で、鶏はというと、奥のね、遊べそうなところがちょっとね、日向で日陰がないのでね、ちょっと涼しいところでね、待機してます。あれ、サラちゃん何してんの？おもちちゃんの方見てんの？仲直り？すぐ入れんか。何じっと見てんの？はい。ここね、風が通るんで、まあ、ハーハー言ってますけど、だいぶね、涼しいんで、ね、ここで待機。この下降りたがらへんのよね。岩の上に登りたがるんですけど。はい、じゃあ降りる？ちょっとそこでじっとしてるか。な。はい。こう足だけね、今つけてます。最初ちょっとびっくりしてたけど、慣れてきたね。だいぶ気持ちいいはず。きなこちゃん。慣れたな、きなこちゃんもな。な。はいはい、バタバタしない、バタバタしない。ハルちゃんもめっちゃ使ってますね。ハルちゃんちょっと怖いかな。大丈夫よ。ほれ。足。ハルちゃん上がった。なあ。ハルちゃんほら気持ちいいやん。足ね、使ってんの分かります？なあ、僕もちょっと使いたいと思います。一緒にね、なんかお風呂入ってるみたい。ほら、気持ちいいやん。なあ。なあ。よし。だいぶ冷えた。あ、おもちちゃんも来た。おもちちゃんはちょっと怖いか。なあ。きなこちゃんもめっちゃええ感じやな。ちょっとね、雲行きが怪しくなってきたんで、ね、僕も頑張ってそこを泳ぎたいと思います。めっちゃ面白いですね。めっちゃ面白い。はい、水中映像をね、撮ったりして、めちゃくちゃ楽しかったんですけれども、この通りね、もうだいぶ天気が荒れてきて、台風の影響だと思うんですけど、夕方から雨予報なんでね、そろそろ上がりたいと思います。さっきね、雨が降ってちょっと涼しくなったんでね、サラちゃんは出てうろうろしてますが、お姉さん2人はね、中でゆっくりしてます。サラちゃん、あんたうろうろしてんな。はい、こんな感じでね、今日は川で遊んでみました。高知県のね、仁淀川、すごい綺麗な川でした。大ちゃんはね、ちょっと卵を産んだそうですね。ね、足で描いてます。はるちゃんはまったりしてます。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。